ばんは。この配信5分ちょっとずれてるので、22時15分まで配信します。ね、お疲れ様です。1日今日は残るは2枠です。そう、私今めっちゃやばいピンチなので星投げたくさんよろしくお願いします。星投げてください、いっぱい。なぎなぎヨーグルト買ってきました。なぎなぎヨーグルトって言ってんの？なぎなぎヨーグルト、あのザク盛りのやつでしょ。お、はーみさん、ピンクマ10個ありがとうございます。はーみさん、ありがとう。ザク盛り自分も昨日食べました。お、私の効果かな、食べてたから。私今日の北海道は寒かった。え、朝ストーブつけました。嘘、そんな寒いの？真逆じゃん。こっちはエアコンで、そっちはストーブ。面白いね。明日の朝食用にザク盛り買ってきたなんかみんなの中でザク盛りブームが来てそう。食べたらもう美味しくてハマっちゃうし。そう、私が食べてたなと思って買って食べてみたら美味しくてハマっちゃうっていう流れね。本当に美味しいもん。99キロカロリー。シュマッチさん、ピンクマ10個ありがとうございます。シュマッチ、ありがとうございます。ね、あと1日頑張って。あと1日ですよ、本当に。なぎちゃん、たい焼き食べたから僕はたこ焼き食べてよあー、粉もん、粉もんとしては一緒ですね。ね、たこ焼きも好きだよ。給湯室も見納めか。そうですね、もう給湯室で配信することはもうないと思います、多分。いや、明日1回とかあるかな。でも明日もたくさん枠やりたいので、5時から30分とか、まあ、5時じゃなくても6時からとかやるつもりではいるんですけど、黒曜かっこ弱い人さん、ピンクマ10個ありがとうございます。ありがとう。うん、お、永井さん、ピンクマ10個ありがとうございます。永井さん、ありがとう。でも明日ちょっとね、レッスン始まる集合が早いんですよね。
だからたくさん枠やりたいんだったら5時台から始まる説が濃厚です。ね、今日みたいに寝坊しなきゃいいけど。5時起きちょっと慣れたから大丈夫。すごい。まあ確かに慣れたっていう感じはわかる。でも今日お母さんが私が5時に寝坊したっていうのをで、なんかお母さんもなんか星集めしてる途中で寝ちゃったみたいに言ってて、5時、やっぱ5時はきついんだなって思いました。大体ね、私が寝坊するときってお母さんも寝坊してるんですよ。そうそうなんです。寝坊のタイミングが一緒っていう。シラに起こしてもらおう作戦。いや、その作戦だともう一日終わっちゃいますね、起こされる前に。お、ウォーターさん、ピンクマ10個ありがとうございます。ありがとう。でも星集めだってさ、待たないといけないんだもんね。30秒とかルーム入って、そう、待ってる時間が眠くなりますよね。そりゃそうだよね。すごい、レインボースターがいっぱい。ありがとうございます。キラ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 。ね、30秒って睡魔が襲ってくる、なんかちょうどいい秒数ですよね。ほんと眠い時ってだって10秒も経たないうちに眠りに落ちるもん。10時になりました。眠るというか意識がなくなる。ねえ、意識なくなる。わかる。でもね、私が一番心配なのは劇場公演に来てくださるじゃないですか、皆さん。で、このイベントに参加してる方が公演中に眠ってしまわないかが心配です。ね、いや、いくら推しを見れるといえど眠いものには勝てないから、そう。ね、
なんかむしろ騒がしいっていうか、その音が大きい場所でちょっと暗いと逆に眠たくなるみたいな、そういうのありそうじゃない？赤ちゃんとかもさ、砂嵐で眠くなるとかって言うじゃないですか。そう、大きい音にだんだん慣れ始めてなんか眠くなるみたいな音がありそう。お、カンタアットマークカンカンさん、ピンクマ10個ありがとうございます。カンカンありがとう。ね、なんか寝ないようにね、気をつけてください。お、ホークさんもピンクマの9個ありがとうございます。まゆなぎさん、ピンクマ10個ありがとうございます。ありがとう。きょうちゃんもピンクマ10個ありがとうございます。あ、ホークさん、ピンクマが10個になりましたありがとうございます。なんかね、連続とかその10個分を一気にやるの意外と難しいみたいなのを聞いたことあるのでね。明日本当に本当にランキングが読めないですよね。何位に入れるかな。お、本兵衛さん、ピンクマ10個ありがとうございます。あとマーフィーアットマーク香港さん、ありがとうございます。ピンクマありがとう。そう、リアルタイムが今回ないので、そうだよね、ショールーム終わった後もさ、次の日になるまでなんか、あ、どうなんだろうどうなんだろうってすごい考えてるよね本当にどうなることやら。何位までが選抜、8位までが選抜で、私今7位ですピンチです。なので星をたくさん投げてくれれば嬉しいです。うん、今日9時になったらあの TikTok 上げたかったんですけど、9時過ぎちゃった。この配信終わったらなんか TikTok 上げようかなって思ってるので、それをねぜひコメントしてください。いいねと、あとリンクコピーはい、8位か、私今8位だ。なんかもう8位も7位もギリギリすぎてね、8位だったわ。お、博多バリカタマンさん、ピンクマ10個ありがとうございます。ありがとうやばい、一瞬夢の中に飛ばされていたまあね、10時なんで、まあ、寝てる時間ですよね。星投げたよ、ありがとうございます。ありがとう。
お、ゆうたアットマーク茨城のなぎなぎ中さん、ピンクマ10個ありがとうございます。茨城のなぎなぎ中ありがとうございます。そういえば今日はなんかやっぱり、え、ゆいゆいがバンされた、なんで久しぶりにバンされたメンバーを見たなぜ、なんでだろうね、そのわけは何でしょう。雑誌配信、あー雑誌の中を、なるほどね、あー、うん、ね、なんかわかるよ、ふとした時にあこれあバンの対象なんだみたいになるよね。あらま、ね、確かに運営さんってちゃんと見てるんですね。確かに、さっき何を言いかけたの、そうそう、なんかバンにすごいあなっちゃった。ね、なんかそうサンリオピューロランドでやるからやっぱりキャラクターさんがね出てくれるんですよ。もう発表されてるけど、そのエイトの人気投票で決まったね、3匹なんて言ったらいいんだろうそう、それでそう、そのねメンバーがでも一緒に踊ったりするからさ、そのキャラクターと、だからそのキャラクターの代わりの人が必要なわけよ、振り V 撮るときとか。そうだから、そのメンバーが代わりにキャラクターになりきって踊ってたのがすごい面白かったって話ここになんかシナモンとかキティちゃんとかすごい貼ってそうシナモンとかもちょっとしゃがみながら、低いのシナモンって身長が、でちょっとしゃがみながら踊るっていう、なんかめちゃおもろかったあ、キティちゃん役はでもその先生、ダンスの先生がやってましたお、国曜かっこ弱い人さん、ピンクマ10個ありがとうございます、ありがとう。あとはあ、戦国秀久さん、名前すごい、あ、ピンクマね、ありがとうございます。うん、え、シナモンって実在するのではないのですか。シナモンやっぱピューロランドにいらっしゃるから、やっぱりレッスン場には来れないということがあるんじゃないでしょうか、ね、ピューロランドで合流できるのかな。でも楽しみ、本当に可愛いよね、絶対ポチャッコ推しではあるけど、サンリオのキャラクターはもう全部好き、可愛いもん。あ、そうそう、ピューロランドにしか住めないんですよ多分。そうピューロランドに生息しているのでね、
エイト君はちょっと今回休んでもらってみたいな。エイト君って出れるのかな、そういうところ。どうなんだろうね、共演 NG とか出ないのかな。お、ちょっと12分なので、じゃあちょっとランキング読ませてもらいます。13位はホークさん、ありがとうございます。12位はウォーターさん、ありがとうございます。11位サンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。10位は博多バリカタマンさん、ありがとうございます。8位ユータートマーク茨城のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。8位は本兵衛さん、ありがとうございます。7位はシュマッチさん、ありがとうございます。6位はハーミさん、ありがとうございます。5位マヨナギさん、ありがとうございます。4位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。3位国曜かっこ弱い人さん、ありがとうございます。2位はティンプさん、ありがとうございます。1位は永井さん、ありがとうございます。はい、この枠終わって、次は今日最後の枠、23時35分からです。ぜひ、いや絶対見に来てください。ね、もうあと残り、今日のあと一枠と明日と、本当もう終わるので、あともう少しお付き合いください。本当にね、頑張っていきましょうね。絶対選抜入りましょうね、この8人のやつ。スケジュールもね、早く作んなきゃ。どうしようかな。でも5時にやるっていうのはちょっと覚悟しておいてください。はいね、ほんとあと一駅だから、みんなね、このイベント終わったら本当に好きなものを食べてゆっくりしてください。私もそうするつもりです。じゃあもうそろそろ終わっちゃいたいと思います。諸君らの力を貸していただきたい。そうですね、皆さん力を貸してください。お願いします。ね、じゃあもう終わります。じゃあ後でまた見に来てね。バイバイ、またね。